英仏同盟は1716年から1731年までグレートブリテン王国とフランス王国の間で締結された同盟。同盟はヨーロッパ列強が同盟相手を特化へ引っ返していた国のカドリーユの一環だった。フランスの摂政オルレアン公フィリップ2世。英仏同盟は彼がフランスを統治した時代に締結された。スペイン継承戦争における 英仏間の戦闘がユトレヒト条約で終結すると両国はスペイン王国とロシア帝国の勢力拡大を食い止めるという共同した目的があったため利害が一致した。フランスでは国王類15世が若く子供もなかったため後継者問題で不安定となっておりイギリスも大国フランスを敵に回したくなかった。両国は四国同盟戦争で協力して スペインがイタリアの一部を征服することを阻止した。その直後には両国がロシアのバール都会を超える進軍を抑制した。フランスの最小フルーリンス気郷英仏同盟は彼がフランスを統治した時代に解消された。1729年に同ンのルイ・フェルディナンが生まれるとフランスの後継者問題が解決した。その結果、フランスは 同盟に対する興味を失い、イギリスでも、オーストロフィルが、オーストリアの方がより良い同盟相手であると主張した。フランスの最小フルーリー数気境はだんだんとイギリスに敵対的になり、さらに英日戦争で、フランスがイギリスを支持しなかったことで、フランスが信頼できないことが、明らかになった。同盟の終結が正式に宣告されることはなかったが、1731年初までに、 集結したとされた。1731年、フルーリー数気境の方針を勘づいたイギリスは、オーストリアと英王同盟を締結した。そして、オーストリア継承戦争でも英仏は1742年以降敵対し、北米での植民地戦争を継続した。また、英仏は1688年から1815年まで敵対しているとして、この期間を、 第二次百年戦争と呼ぶという見方もあるが、英仏両国が常に敵対しているとする理論は17年間の英仏同盟を考慮に入れていない。ありがとうございます。